えとそれでは1分前になりましたので YouTube への流し込みを開始します。えー、ともうですね、えー、YouTube への配信始まりました。 今はこの画面だけ出ています、はい、大丈夫ですか演題 <laughs> でねファンですね はいはい、で1時半になりましたので、あの講演会始めたいいと思います、えー、講演に先立ちまして、皆様にあのお願いとお知らせがあります。本日、YouTube での同時配信をしておりまして、特に前の方の席の方はあの画面に映り込む可能性がありますのでご了承、ご了承ください。でこの,あの講演会は11月30日まで見逃し配信を大阪市立自然史博物館の YouTube チャンネルで行っております。 またご覧になりたい方ですとか、みんな聞き逃した方はまた見てみてください。で、講演後に質疑応答の時間を取っておりますが、時間が限られていますので、えすべての質問に答えられない場合があります。あらかじめご了承ください。はい。私何も自己紹介しないで始めちゃった。<laughs> はい。では皆さんこんにちは。あの本日は骨骨サミット招待講演会にお越しいただきありがとうございます。え本日の司会を務めますナニヤ骨骨ダーの西澤です。 本日は国立科学博物館より田島優子先生をにお越しいただきました、はい、先生のご専門は海の哺乳類クジラですで年間300件が発生するストランディングの現場を飛び回っておられます大阪にも今年の1月あの大騒ぎになりましたけど駆けつけていただきました で、田島さんは埼玉県のご出身です。日本獣医生命科学大学獣医学科の在学中にカナダのバンクーバーで野生のオルカシャチに出会って、海の哺乳類の研究者になることを決意されました。えっと実はあの田島先生に言い換たそのツアーがですね。うちの家業のあの旅行会社が主えているもので、そこで田島さんに西澤秀一いますか？あ。はい、あ、良かった。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、その時にあの来ていただいたんですね。 はい、東京大学大学院農学生命科学研究科で博士号を取得された後アメリカのマリンママルコミッションの研究員として、テキサス大学などに在籍され、2006年から国立科学博物館動物研究部支援研究員を経て、現在は同研究部、脊椎動物研究グループの研究主官を務められています。 はい、え、本日はクジラの歌を聴け、海の哺乳類が教えてくれることとして、お話しいただきます。はい、あ、あとですね、もう一つ田島先生からお願いなんですが、スライドの撮影はご遠慮ください。よろしいですか。はい、では、田島さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう、ありがとうございます。改めまして。いや、さっき、本当にですね、あの、西澤さんからお父様がいらっしゃってるっていうふうに伺っても、ちょっと。涙ぐみそうになってしまったんですけど、本当に、あの、西澤さんのお父様がやってくださった、あの、シャチの。 ツアーにに参加するのが本当にきっかけででそれで野生のシャチを見て私はもうこの世界に入ろうと思ってもうかれこれ2030年近く前になっちゃいますけどあの本当にそういう一つのきっかけでこう人生変わるんだなっていうこともあってもうまさに今こんな皆さんの前で講演できるような立場にさせていただいていろんな方のおかげで私は今ここに立ってるんだなっていうのを改めて思います。なのでまあ今日1時間半しかないんですけれどちょっとこっち暗くしてもらっていいですか はい、あの私の講演からですねあの私はいつもの伝えさせていただいているのはとにかく動物たちの素晴らしさとか今彼らが置かれている現状をですね少しでも皆さんに知っていただいてそこから何か感じていただけるといいなってもちろんこの「骨骨サミット」もまさにそういうことで標本の素晴らしさ骨の素晴らしさをですね皆さん体感して何かこう感じ取って あの見てて帰っいいただくくとうにかく人間はですね何か知りたい動物なんですね何か知って得たいっていう動物なのでとにかく何かを私の講演からもあの感じ取っていただければすごく嬉しいですまあ、今もうすでに西田さんが素晴らしいあの自己紹介をしてくださったんであ紹介してくださったんですけど、まあ、とにかく私は獣医さんになんとなくなりたくなりまして獣医大に行っていろいろ経て海外も経験させていただきながら、まあ、あの今あんと大変 たまたまって本当にいろんなきっかけがあったんですけどあの海の哺乳類担当して、まあ、国立科学博物館これですねうちの。 博物館あのおかげさまでこちらもクラウドファンディング非常にあの皆様のおかげであのすごいお金が集まって今どうやって還元できるかっていうのもですね館全体でいろいろと検討しておりますのでそれも含めて本当に皆様の熱い気持ちを私たちも受け取って頑張っております。でそんな中私がもとにかく博物館とか自分自身の研究として今担当しているのがこう海に住んでいる哺乳類ですね。 はい、皆さん何となく海に住んでる哺乳類って今日も多分「骨骨サミット」でたくさんあの海の哺乳類の標本とか出てると思うんですけど、まあ、図鑑でいくと今ここでスライドで示したような、まあ、大体大きくかけて5つの分類群になりますね。はいで 私はです、ね、その前に、まあ、もう一個いろんな言い方できるんですけど海に住んでるんですけど実は海に戻った哺乳類いいう言い方もでできるんですねこれは例えば進化が好きとか系統が好きとかそういうのが好きな方たちはこう,こういう「戻った」っていう言葉でいろんな研究とかいろ、まあ、んなことを知りたいただ私は本当にいつも言ってるのはですね私たちも哺乳類なんですね実は生物学的にで。彼らも哺乳類なんですね じゃあ哺乳類って何さっていうのをやっぱりあの知っていただきたいそうすることで自分たちを知ることにもなるし我々自身をあ彼らを知ることにもつながりますねで文字列でちょっとあの最初理解できないっていう方はですね、まあ、うちの宣伝になってしまいますけどうちの公式ポスターがですねあの世界のクジラポスターが左側ですねで右側がですね最近私が担当して作らせていただきました日本の 類日本に住んでいる棄却類7種いるんですけどそのポスターもですね2つ今あのうちの博物館で販売もしておりますのでまあそういう博物館のいろんな媒体とかですね販売物を利用してでも彼らを知るきっかけになるなと。でまあその前にとにかく哺乳類って何ですね皆さん自分の胸に手を当てて「哺乳類って何でしょう?」どれぐらい言えますかはい で大体今あのこのスライドで表した黄色い文字になっているところが哺乳類という特徴ですねなのでこの黄色い文字全部私たちも持ってますよろしいですかで海に住んでいる哺乳類彼らも持ってますはいじゃやっぱりあの分類群になっている哺乳っていうことを私は最初にお伝えしたいんですねここににつの生物がいます海に住んんでいるイルカさん 陸に住んでる四足の犬そして私たち人間何やってますか今ここの三つの動物同じ行動してるんですけどどうでしょうねはい。とにかく私たちはですね子供をお乳で育てようとしたんですねそれを全部ひっくるめて哺乳類って言っちゃえっていうことなのでどこに住んでいようが見た目がどんな形であろうがとにかくお乳で子供を育てるぞ っていう分類群は哺乳類です。ただしここでいつも言ってるんですけど、これはですね進化の過程でどうしてもオスは参加できません。はい。メスしかこれをすることができないので、そこは雌雄で違いがあるんですけど、とにかくメスが頑張るんですね。じゃあ何が必要ですかってことですけど、おちちって何ですかってことですね。はい。今こうイルカさんのこれ死んでしまったクジラをかあのイルカを解剖したときにこう乳腺からみにみに出てくるこう白いものですね。はい。 何でしょうあとまあもう今もうあんま熱くなくなっちゃいましたけど暑い時私たちこう走ったりするとなんか,皮膚から汗これも皮膚にある線線線って分かりますか肉付きの線なんですけどこれと同じ実は乳腺も皮膚にある付属腺というものですねそれがまあホルモンの状況とかによってお乳っていうものをお母さんが出してそのお乳で育てようと。 でさらにお乳を吸うための乳首ってものがありますねでさらに乳首のところに乳頭いものがあります、はい、でここでまた一つ私はいつも言ってるんですけど乳首があるイコールメスっていう考えは捨てましょうなぜかっていうと人間まさにそうですねオスも乳首ありますねお乳出さなくてもってことは乳首だけでオスメスは判断できませんで実際海の哺乳類もですねオスでも乳首を持ってる種もいますはいただここからお乳を出せるのはメスだけです まあ、大体この辺までは、皆さん知ってますね。お乳、牛乳も飲んでます。はい。今日はもう一つ、あの、皆さん、ぜひ覚えて帰ってください。表情筋です。表情筋で、まあ、字のごとく、人間の世界では、表情を作るんですよね。分かってますよ。で、お話になると思うんですけど。実は表情筋はですね。本来、表情を作るための機能が、本来の目的ではないんですね。じゃ、あ皆さん、ちょっと口をですね。こう、ちゅうってできますかこう、ちゅうって。恥ずかしがらないで。<laughs> 中そうそうなんでこうチューってできるんですか皆さんでなんかこうするとで吸えますねみんなはいこの吸う行為っていうのは実はお母さんが出してくれたお父を我々は生まれた途端に吸うことができます何にも考えずにとにかく本能的にチュッチュッチュチュって吸いますねその吸っていう行為ができるためのこのほっぺたと唇を作ってくれているのが表情筋です。 なので私たちはストローでから水が飲めるってこと自体がもう哺乳類の証なんですね。で実際に両性爬虫類とか鳥類の場合は首の筋肉でした表情筋は。でさらにもう一個先、ま、の前の魚の時はエラの筋肉だったんですね。でエラ水中にに生きてる時に 私たたたちの祖前はです、ね、とににかかく陸上に上がりたかったんですもういつかいつか見てるよ陸上に上がるぞっていうので長い進化の過程で陸上にやっと上がりましたデボンキーの時に。でその時にはまだ両生類とか鳥類の時は首を締める筋肉だったんですけど。 哺乳類になってくるととにかくお母さんが作ってくれたお乳ってえど,ど,どうするどうするど,どこでどう飲めばいいっていうと首に合った筋肉をにににににゅんって顔の方に持ってきて私たちはこうチューって吸える行動ができるようになったなので表情筋一つとってものすごい進化の過程がいろんな,あのなんでしょう時代を超えて私たちは表情筋を確保したってことなのでぜひあの表情筋というものを知ってください。 でそ,れを見たそれを知った後にですね私はこのゾウの哺乳の行動をたまたまなんですけど探してたら見たところ私は感動したんですね。皆さんんももう感動してもらえると思うんですけどっていうのはゾウってやっぱ鼻が長いので鼻を使って水を吸って口に持ってったりりんご掴んで持ってったりするので普通の大人たちは全部鼻を使ってなんかやるんですけど見てください小ゾウはですねちゃんとやっぱお乳飲む時は口でやるわけですよ。 ってことは表情筋を使ってお乳を飲んでるってことなので私はこの写真を見た時はやっぱりね長い鼻を持ってても表情筋使ってお乳飲むのよねっていうので非常に感動しました。なので皆さんも今度動物園に行った時には「これ見よがしにゾウの哺乳類哺乳を見たらあ表情筋使ってるよね」って前に聞こえるようにぜひぜひ言っていただけると「あなんかこの人違う」っていうふうになるかもしれませんのでまあ とにかくです、ね、動物がかわいい晴らしいもいいんですけどなんかちょっと違う情報も入れながら見ていただくとなるほどねとかそういうことに発展するかもしれないので例えばこれ一例としてご紹介しました。 ごめんなさいでさらにですね水中にいますと表情筋だけではちょっと足りない部分があるんですね何でかっていうと,、えー、とお母さんも子どももとにかく泳ぎながらお乳を飲まなきゃいけないので結構大変なんですねそうすると彼らだけが持っ,ていく持っている形質も特徴もありましてその一つがこの舌にあるフリンジってやつですね、えー、ともうちょっと専門的に言いますと「辺炎乳頭と申します。 私たちこう、下のところに舌を感じる未来ってありますね。わかりますか。味のつぼみって書くんですけど。あの解剖学的とか生物を習っている方は知っていると思いますけど。その未来も乳頭の一部なんですね。あ、まあ乳頭から作られた。で、まあ、その辺の、いろいろ舌にも、きん、いろいろ構造があるんですけど。その中の一つの辺乳頭で、これは作られているんだそうです。 でこれはやはりですねお母さんの乳首に舌が巻きつきやすいようにこれをがアシストしているっていうふうに言われているので離乳期個体ににななるとこれはは勝手に消えてきますす人間はないですよね多分ねね哺乳期の時、ねまあ、多分人間はこうお母さんが一生懸命あの抱っこしながらやってくれるのでこういうのはなくなっちゃったのかもしれませんけど動物によってこういうのもあるよってことです。じゃ次の項目いきましょう。今度は首の骨についてです 首の骨なんて皆さん考えたことありますか？<laughs> ないですよね。で首の骨もですねなぜか哺乳類はですねま,まやっぱこれも長い進化の過程の結果なんですけど必ず骨の数が七つって決まってます。これはまさにこう今日の骨骨サミットにぴったりでいろんな動物種の骨が多分出てると思うのでもし首の骨を見ることができたら比較してみてください。我々哺乳類は絶対首の骨七つしかございません。はい。で イルカさん見てみましょう、えー、イルカに首なんかないじゃないですかって思いますよねまあ、それはその通りなんです 彼らは逆に水中であんまり凹凸が表面上にあると水の抵抗を感じてしまうのであえて表面はスムースにしてこう防水系の形にしたので生きてる時には骨の,かあの首の骨とかどこに何,何があるってなかなか分かりづらくなっていますがちゃんと骨にしてみるとですね首の骨の数は7つあるんですね。でもちろん大きさとか形とかは多少変わっているんですけど数は7つございます。もしし今日あの骨骨サミットでしたらぜひ見てみてみください一方の 首の長いキリンさん、どうでしょう。まさすがに首が長いから10個ぐらいあるんじゃないですかね、と思いたくなるじゃないですか。しかしですね、1個1個の骨は長くなっているんですけど、ちゃんと数は7つっていうふうに、えー、キリンさんも哺乳類の法則にのっとってるんですね。だから短かろうが長かろうが見た目が違うかろうが私は哺乳類よっていうふうになったときは、ちゃんと首の骨は7つっていうのが一つの例として挙げれます。 次当たり前の話ですけど次の項目として肺呼吸肺呼吸も実はほ哺乳類の,あの証しの一つなんですねただ肺呼吸は他の動物もやってるので、まあ、両生爬虫類とか鳥類もね、まあ、なんですけどあの肺呼吸で肺呼吸はですね一つ皆さんに知っていただきたいのこの大きく息を吸うと膨らむところはっていう質問をします。またまたたっておっしゃるかもしれませんけどちょっと皆さん息吸ってみますでしょうかせーのはーい。 今どこ膨らんでます？どういどんな感じ？膨 <laughs> らむとこですよ。へこむとこじゃなくて。<laughs> そうするとですね、皆さん、まあ一つ目に多分回答してくださるのは、肺が膨らんでますとおっしゃってくれるんですけど、残念ながら我々哺乳類はですね、肺を自分たちで膨らますことは絶対できません。え、じゃあどこが膨らんでるんですか？じゃあもう一個質問いきましょう。哺乳類の肋骨は我々哺乳類、なぜ胸の部分にしかないのでしょうか？ これも骨骨サミットでもし他の例えば両生爬虫類鳥があったらまあ実は鳥もそうなんでちょっとそうか鳥は難しいか魚の骨があるといいんだけどななんですけど我々は肋骨胸のところにしかなくないですねここにねな,なんでですかなんでここにしかなくなっちゃったんでしょう、ね、っていうのは魚類はあの例えばサンマでもいいんですけど食べるときに見てみてください全身にわたって肋骨あります彼らは両、はいまあ、生爬虫類の一部も全身にヘビなんかは全部ありますね。 なんで私たちは胸の部分にしかないのでしょうかっていうのがまあ肺呼吸のところでご説明し,あの説明しているってことはそれに関連するんですけど実は私たちが今で大きく知ってくださいって言ったところはですね胸郭というものです私たちこの肋骨を起点にここになんか大きい塊の空洞を持ってますね。 ごめんなさいそれで何かを動かしたいっていう時は私たちは必ず筋肉を連動動しして何かしないと絶対体は動きません私も今こうやって手を動かしてもこれは手の筋肉が一生懸命動いてるからですねなのでですった時もここの胸にある筋肉があるんですそれを呼吸器筋と申します呼吸器筋はそこに書いてあるように横隔膜肋骨の間にある外肋間筋内肋間筋最内肋間筋の4つが私たち持ってます。 その4つが連動して今胸郭を膨らましてそれに連動して勝手に肺は膨らんで私たちは肺呼吸をすることができますでここでもいつも言うんですけど皆さん実はこの呼吸器筋すっごい知ってるんですよはい誰か知らない知ってる人いません絶対知ってます皆さんで実は横隔膜って牛の横隔膜は皆さん焼肉屋さん行くとハラミとして食べてます、はい、で外肋間内肋間最内肋間はカルビとして食べてます なので、皆さん焼肉を今度食べに行きながら、呼吸器の話をぜひしてください。なんかちょっと変な人ですけどね。はいという風うに、あの実は知ってる部分ではあるので、あのすごく私たちにとっても大事な部分だっていうことも、その焼肉を食べながら思い出してほしいなと思います。で、これが普通にわかるとこれが基本形です。だから私たちも思ってます。そうすると、ここにある動物の骨の骨格があります。で、この動物について皆さん全然知りません。 なん,だな,んかなんか流線形だしな,なでもなんか手があるしです,ですが今のお話を知ってるとあれこの動物なんか肋骨胸の部分にしかないな,なんか田まってやつがなんか言ってたなっていうとあもしかしたらこの動物哺乳類かもしれなくて肺呼吸してるかもしれなくてっていうふうにこうちょっと膨らんでくるんですね。 でそうするとまさにこの骨「骨骨サミットで」で骨しかないかもしれないけどそっからいろいろなところが膨らんでくる可能性もあるんです。で実際この動物の骨はハンドウイルカっていう、まあ、皆さんが水族館で一番見たことがあるショーをよくしているイルカの骨なので彼らももちろん水の中にいても肋骨から肺呼吸してだから哺乳類なんだっていうことがなんとなくこうつながっていく。だからそれはさっきの、えー、と表情筋と一緒で あるものを見たときに、なんか違う情報が来ると、そこからまた違うところに膨らんでいく。っていうことも、この肋骨からも、わかるのかなと思います。これはそうですね、この辺も、ちょっとどんどん早くいきましょうね。なんかもう全然時間なくないですね。<laughs> 腕の部分もですね、これ、これは当たり前の話なんですけど。これは、そうするで海の哺乳類見てみると、腕ね。全部で、ね、ヒレ状なんですよ。そうすると、どうしてもヒレって聞くとですね、もう、魚の専売特許なので。 皆さんやっぱりこのヒレ状の手を見ちゃうとですねやっぱりサメなんじゃないんですかとか未だにそうするとまあ,まあ確かにでこれをですね、まあ、修練進化っていう難しい言葉で言うんですけど結局彼らももちろんヒレ状にはなったんですが内部骨格を見てみるといやいやいやとどちらかというとっていうかまあ全然一緒なんですけど私たちが持ってる腕の 前ヒレ、まあ前、前、前上腕部、前腕部と、内部構造は全く一緒なんですね。肩甲骨もあるし、上腕骨もあるし、ぶぶぶぶぶって、みんな一緒なんですね。だから、ヒレ状に騙されるなってことですね。はい、だから、ここからも、哺乳類だよっていうのがわかるし。ここはちょっと難しいから、飛ばしましょうかね。耐性っていう言葉なんですけど、先ほどの哺乳類と一緒で。 えと哺乳類はですねあごめんなさい哺乳と一緒で哺乳類はとにかくおお母さんのお腹の腹中で子をを育てるっていう選択ししました両性爬虫類とか鳥はとにかくお母さんからプンって卵を産んだら「さよならあとは頑張って」っていうふうにお母さんもどっか行っちゃいますよね。でも哺乳類は大事に大事にお腹の中で育てようっていう選択肢をしてじゃあどっちが生き残り作戦に成功したかっていうともちろん今の現世を見てみるともう哺乳類ありとあらゆるところにいますよね。 ってことはやっぱり私たちのお腹の中でお子どもを育てるっていうことがやっぱ生き残り作戦には成功したというふうに言えるんです進化学的には、はい、それがいい悪いではないんですね結局成功してだから哺乳類こんな繁栄してますよってことですじゃあ対戦の時にどういうことが必要かというとまあこれもメスしかないんですけど子宮っていうものを私たちは持ってますねメスの場合ははいこれはちょっと難しいんで,あ,の、うん、であとは胎盤っていうものもなくちゃいけないんですね でこれ後でちょっと説明しますねあの、はい、でもう一個次の項目いきますと今度は高温動物っていうのも、まあ、哺乳類の一種の一つなんですね。で高温動物は今そうですねあのコロナのおかげっていうのも変ですけど皆さん非常に体温に敏感になったじゃないですかなんで敏感になんなくちゃいけないんですかね私たち、はい。それも基本形でこの高温私たちも高温動物だからなんですね。 体の体温をある一定に保たないと私たちは死んじゃうわけです。それが高かろうが低かろうがです。それを高温動物って言います。はい。だから私たちはいつもお熱があるとああちょっと辛いなっていうふうになっちゃうわけですね。でそこはいいんですけど、じゃあどうやって体温を一定に保ってますかってことです。そっちの方が私は大事だなと思ってます。はい。で第一選択肢はそこのスライドにあるようにほとんどの哺乳類 もうね実はほとんどっていうかイルカとジュゴンと人間以外はって言っちゃってもいいぐらいです全身に毛をまとってますだから実は私たちはものすごい例外なんですね全身に毛なくなっちゃいましたよねでほとんどの動物はとにかく全身に毛をまとっちゃえその方が楽じゃんっていうことで実は海に住んでる哺乳類の気脚類とかラッコとかホッキョクグマでさえ全身に毛があります一方だからそれで体温を一定に保ってます 一方の海に住んでるクジラさんたちとジュゴンマナティさんたちは完全水中適応してしまったので毛はものすごい邪魔なんですね重たいしなんかもう泳ぐのに面倒くさいし邪魔だしってことで彼らはなくしちゃいましたでも体温一点保たなきゃいけないからどうしましょうっていうと彼らは厚い皮下脂肪を保保有することで体温一定保つこととでにつししました。じゃあ私たちはどうしました 私たちどううししましょうか体温一定に保つうんで私たちはですね、まあ、よく言うんですけど多分知能で私たちは解決したんですねなんでかっていうとこういうふうにエアコンっていうものを開発しましたね人間はあとこういう服ってものを開発しましたね。なので多分私たちはどちらかというと自分たちの体を変えるんじゃなくて知能で まあ、タリキ本願という言い方がいいのかもかりませんけどとにかく外側からそれを高温動物だということを保とうというふうに人間はなったんじゃないかなと思ってます。なので実はだから本当にクジラとマナティたちと私たちだけしか皮膚,にあ皮膚に毛がない動物はいません哺乳類の中で,、はいでさ。だけどそこでまたちょっとまあ派生するんですけどじゃあ毛って何ともうどんどん私派生しちゃうタイプなんですけど毛って何なんですね体毛あるないけど 例えばですよここ体毛がある動物もこのここに口の周りにこういうふうに毛があるこれあるじゃないですかこれ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 こここれれれなんでしょうね私うちに猫が3ついるんですけど彼らも必ずここに持ってますねなんか口で私たち人間はこれをヒゲって言いますよねはい。 でヒゲっていうとまたあ人間の男の人に入るヒゲと一緒ですかっ言うとまたねちょっとそれは違うんですけどとにかく彼らが,ララが持っているこのヒゲっていうのはですね体を温めるためではなくて感覚に優れたちょっとまた別の感覚網というものになります。で専門用語で言うとそれを「どう網」って言いますバイブリッセって英語で言いますけどでそれはですね体の体毛とは違います。なので 毛なんですけど、体毛はないけど、ない海牛類とかも実はこの感覚毛は口の周りに持っていますっていうことになるんですね。結構いろいろありますよね。でクジラさんたちもですね、持ってます。トゥルトゥルなんですけど、体はね。ほらここにテン,テンテンテンってあるの見えますか。ほら、ヒゲが生えてるんですよ。でこのヒゲクジラさんなんかこんなちっちゃい、こんなちっちゃくてもあるんですよ。 はい、でハクジラさんはですね、えー、とお腹の中にいる時にしかございませんがヒゲクジラさんは一生涯持ってますえー、こんなちっちゃい毛持ってて何か意味あるんすかって思うじゃないですか。 で逆なんですよ。もしいらなかったら白じさんと一緒で、あのあっという間に退化しちゃうはずなんですけど、彼らは一生涯命持ってるってことは必ず何かの役に立ってるから多分保持してるんですね。で今のところ水中水の流れとか海中で動くものを感知しているんじゃないかと言われています。言われているのでもし若い方はこれを証明してくださっても全然いいです。それが研究の始まりになりますから、はい。っていうふうに毛っていうのもいろいろあるんだよっていうのもぜひ知ってほしいと。 あとこれはまあ3つの耳小骨というのはちょっと難しいので実は耳の骨で聞く聴覚っていうのもすごい研究の一つの大きな対象になるんですねそうすると私たち今私の声を皆さんが聞けているのはこの3つの耳小骨が耳の中にあるからなんですね。はい、それをですねそれがないと私たちは音を聞くことができません。 で、もちろん、彼らも水中にいたと、いた、いても、音を聞く時には、この三つの事象骨を持ってますよってことなので。これ、の話もあります。あとはですね、そう、どんどん言ってしまいますけれども、えっ、ー、と、心臓についても、実は二、二心房二心室の心臓っていうのがあるんですね。これ、ちょっと、すみません、どこまで続くんだろう、自分では分かってないんですけど。<laughs> あ、もうすぐ終わりますね。すみません、すみません。ちょっと、しつこいなと思って、すみませんね。 で、これもですね。実はもう進化の過程が長いんですよね。はい、これもですね。だからとにかくあの獣医やっぱ大学ですたんどうしても内臓のそういう進化がすごく面白いなと思っちゃってて。はい。心臓もすごいんですよ。実は魚類の時にはですね。一心房一心室しかないんですよ。 一つのハクハクハクと一つのこう骨に骨に骨っていう非常に単純なえっ、ー、と心臓しかないんですけどそれがとにかく上陸したと途端にですね私たちは四つの部屋を持つ動物になったんですねまあそれが実は鳥類もそうなんですけどっていうふうに心臓一つとっても進化の過程が見えるっていうのは本当に面白いなと思うのでまあもし何かきっかけがあってあの 何か知りたいなと思ったらいろんな教科書とかいろんなテキストに載ってるんで見てみてください。で私が今い全部こういろいろ話したっていうのをですねまさに系統と申します専門用語でいくと。系統ってどういうことですかっていうと私,たち私は今哺乳類という系統を持って例えばイルカ例えば私たち人で四足動物っていう共通の特徴を私は今お話ししたんですね。なので 系統を考えるときには、どんなとこが一緒で、どんなことが違って、だから私たちは哺乳類なんだっていうふうにわかる。それをまあ、系統学とか、系統進化学っていうふうに、いうふうにしていますので。もし、あの若い方で、そういう世界に進みたいなと思ったら、そういうこと。今、私がお話ししたこととかも、あのキーワードにして、なんか進んでいただければ、嬉しいなというふうに思っています。で、実際ですね、どういうふうに。 あの系統樹から見るかというとですね、これもうずいぶん前の論文になっちゃいますけど。えっ、ー、と、今地球上にいる哺乳類全部の D. N. A. を一つのこう輪っかに。系統樹って言うんですけど、この輪っかにした輪っかじゃ、ごめんなさいね、輪っか状にした系統樹に載せた。えっ、ー、と、論文が出ました。じゃあ、ここにどういうふうに当てはまるかというと。あのマナティジュゴンさんたちは大体この辺にいるんだそうです。はい。で、気脚類さんたちはこの辺にいるんだそうです。 ですすかこの辺にいるんで,すで私たち人はこの辺。で私はこれは何が言いたかったかというと哺乳類ではあるんですけど乞脚類アザラシイルカアシカさんマナティジュゴンさんイルカクジラさんたちは同じ例えば祖先から海に戻ったわけではなくて。 それぞれ別々の系統から勝手に海に戻って、それを人間私たちは今彼らをまとめて海の哺乳類って言ってるよっていうので、系統は全然違うんだよっていう言い方をするのですね。ちょっと難しいかもしれないんですけど、それをこうお示ししたくて今この系統樹をお,お示ししました。はい。なので実はゲゲ類は今今やですね、偶蹄類と近いと言われているので、全然蹄脚類と と近いっていうわけではないんですよ。そこがですね。やっぱ一筋縄ではいかないんですね。はい、生物っていうのはそういうもんだっていうものですね。ほうこうなりますか？わかりました。それですね。<laughs> 哺乳類って何でもちろんいいんですけど、実際彼らがですね。私たちと違うところももちろんあるんです。それはやはり彼らはですね。私たちができない完全に水中で一生が生きれるんですから。それは私たちと違いますよね。で、私たち自身だって。 二足歩行でできる哺乳類って私たち人間しかいないななわけですよ完全なだから私たちも非常にレアなな動物なわけですねでそういうのもあるんです。でじゃあ彼らはどういうとこが違うのかっていうとまた鼻の穴ってどこっていう話から始まりますけど皆さんこう鼻の穴どこにありますってもう当たり前のことですけどこうやって顔をピーって前からこう手をピッてつけると一番多分最初に当たるのが鼻の穴っていうのが普通です。はい、それは 四つ足動物である犬であったって、まあアザラシアシカさんだって、ジュゴンマナティさんだってそうなんです。しかしクジラさんじゃあ,あのさっきピッピってなんかあのちょっと生きている図も出てきましたけど、彼らを正面からこう手で当てたときには絶対最初は鼻のあたりは,は当たらないんですね。くちばしのところは当たりますね。え、じゃあイルカの鼻の穴ってどこ行っちゃったんですか。そうなんですよ。 イルカの頭、鼻の頭って、ってん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 っこう頭頂部に移動しちゃったんですね。えーって感じですよね。で、それをですね、ちょっと難しいんですけど、テレスコーピングした頭骨によって、頭頂部に移動した鼻腔っていうふうに私たちは習います。はい、何ですか、それって感じですよね。まあ、要はですね、鼻の頭だけが勝手にここに移動したんじゃなくて。 その頭の骨もぐニュ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 って移動してそれとともに鼻の頭もこの先端から頭頂部に移動したよっていう意味です。じゃあテレスコービングって何ですかって結構皆さん知ってるんですけどえっとね私たちの時代は多分西澤さんとかの時代はもう一緒ですけどあのなんだっけえと先生がこう黒板にさし棒する時ってこう伸びるさし棒をよく使ってたんですね。 で昔はそれを例にしてたんですけど今の若い方ってそれ知らないらしいのでなんかハてなマーク出ちゃうのでどうしようかなと思ってそうだフック船長にしようと思って最近はフック船長にしてるんですけどフック船長がこうやって見るときに単眼鏡とどどどどって伸ばしししたたりり戻ますねあの動作をですねとにかく何かをものがこう折り重なって折り重なって小さくなるまた伸ばす伸ばすっていうこの動作を動詞でテレスコープっていうんですって。 ででそうすると実はイルカの頭はですねその動作をして頭の骨が前の骨が後ろにこ折り重なって折り重なって折り重なってここにあった鼻の頭がねニン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 ニ頭骨にの頭頂部に移動したよっていうことが進化学的に分かっています、はい、ちょっと難しい。じゃあなんでそんなことしたかってことですね、まあ、諸説ありますが私は私これだと思ってます。 私たち水の中でこう何かするときにシュノーケリングの道具使いますよねそうするとシュノーケル使ってるとここで息しながらこう水の中ずっと行けて息もできるじゃないですか。でこの構造をですね頭の頭頂部にあの鼻の穴があれば目はここにありますからあの水の中で目を見ながらここでプス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 呼吸できるわけですね。 なのでこのテレスコーピングした頭骨を見るとですねやはりクジラさんんが一番水中適応していいいいるんじゃないかっていうふうに言う研究者もいます、まあ、これがいわゆる適応進化とか水性適応とかセカンダリアダプテーションとかもいろいろ言い方あるんですけどそういうふうになっているので、まあ、本当に今日「骨骨サミット」で骨を見る機会がありましたら是非そういうところも見てほしいなというふうに思ってます。ははい、はい であと鼻の花いくつあるかっていうのもまあそれもね当たり前なんですけど普通は2個ですよね私たちも2個こうやってあるじゃないですかでもねこれもねまあいろいろ諸説あるんですけどだから当たり前のことが当たり前じゃない動物もいるんだよっていう一つの例です。でこれはですね、まあ、多分エコロケーションのせいだろうというふうに一応言われています。ここれれ後でちょっと説明しますねねエコロケーションは,、ねこれは あーそっか、はい、あと後ろ足がるのか,か、はいそうですね、これも今日骨どっかの博物館でですねこういう、まあ、これ「高蓮骨格」って言うんですよ組んである骨を私たちは公蓮交わる連結の連に骨格って言うんですけどこれ多分京都の 京都,市京都大学の博物館に収めたスナメリちゃんなんですけどこれちょっとお借りして写真出してますこっちはハンドイルカさんですねさっきのそうするとこのイルカさんたちによくあ「後ろ足あるんですか?」って聞かれるんですよ私でそうすると「いやないですよ」って言うんですけど「じゃこ,これこれなんですかこれ」ってよく言われるんですねこれ後ろ足じゃないんですかと「うんまあなるほどなるほど」と「気持ちは分かります」と。でなんですね これ何ですかってことなんで今度もし博物館に行った時これ見ていただきたいんですけどこれはですね実はあ間違えました、えー、とイルカクジラたちは進化の過程で完全に後ろ足は退化してますそれが基本ですいらないんですでとにかく尻尾を長くして尻尾でこういうふうにもう泳ぎましょう推進力にしましょうっていうことでも後ろ足はいらないんですでもう一個 この後ろ足が重なってこうしてるんじゃないんで私のバタフラじゃないとバタ足ですねバタ足みたいにしてるんじゃないんですかっておっしゃる方もいるんですけどそれも違います、はい、とにかく尻尾を長くしてこういうふうに犬が失踪してるような感じと一緒ですねこういうふうにしてますはいじゃあこれ何ですかってことですよねでこの次,あそう次のスライドありますけどで実際ですねこれは骨盤骨のごあ骨盤の名残なんですね 骨盤骨って言うと、私たち後ろ足と後ろ足ありますね。で、胴体上半身ありますね。こことここを連結しているものって何ですか？ここここなんかここありますね。私たちここ。これを私たち骨盤って申しますよね。で、骨盤はこうやってほら歩くときにそこのえっ、ー、と支点にもなっているし、私たち骨盤ないとあの歩くことも姿勢を支えることもできないので。 それが普通です四足動物は。でも彼らはとにかく水中適応するために後ろ足はいらない私たちが退化させちゃった尻尾を伸ばしてそれでこう泳ごうとしたになりますとどうしても後ろ足と,前と上半身を連結させる骨盤も退化せざるをえないんですね。それが実際その化石でも分かっています。 えっとごめんこれ何年前か私はちょっと専門家じゃないんでわかんないんですけどアンブロシータスいいう化石種がいますこの時代はですね四つ足だったんですクジラの祖先も。でシューシューってまあ多分水中も多少泳げてたんじゃないかなというふうにも言われていますがはいよ四つ足だったんですね。でどん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 新しい時代になったこうバシロサウルスっていう化石が出てきた時には。 彼らを見てみるともう後ろ足はないし骨盤もなんか対価的になっちゃってるっていうのが化石で分かっていますそれでどん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 行って今の原生種であるハンドウイルカさんを見るともう完全に後ろ足はないし骨盤もなんかさっきのこれですねなんかあってもなくてもいいような もうこんなちっちゃい骨になってしまったんだっていうのが進化の過程で分かるのでさっき私が一番最初のスライドでお示ししたように海にに戻った哺乳類という証がまさここれででかるってことですね昔は四つ足水陸両用だったでだんだん海に適応しもう今完全に海に適応しちゃったから骨盤も遺産的になっちゃったんですねっていうような言い方ができるってことです。はい、で 今系統の話をずーっとしてたんですけどまたですねやっぱ生物って一筋縄ではいかないんですねやっぱね似てる動物もいるんですよでそれが修練進化っていうまた別の言い方をするんですね系統とは別でそれはですね似てるのに違うってことなんですで今ここに3つの動物がいますもうちょっと正解出しちゃってますけど水中に生活する3つの動物これはサメさん ここれれ化石の魚竜さんこれ爬虫類になりますでイルカ我々の仲間の哺乳類のイルカさんがいますけどパッと見すすごい似てますよねめちゃくちゃ似てるじゃないですか。でこの3つはもう水中生活してるので「えってことはこんなに似てるんだから同じ仲間じゃないんですかと?」ともうその気持ちはすごくわかります。はい、で流線形の形でなんかこうヒレ状のものが体にたくさん出てると。でもね系統違うんですよ。もちろんですねサメは魚類だし 魚類は爬虫類だしイルカは我々と同じ哺乳類だしえー、じゃあなんで似てるんですかでこれをですね修練進化って人間は解いたんですねでこれが似てるけど違うっていう大きな理由はまあい一つ言えるのはこの尾びれの向きなんですねはい注目、えー、とサメと魚類はですね一回も海に上がったことあ間違えた陸上に上がったことがありませんなので魚たちとか魚類は必ず体軸に向かって左右に尾びれを振ります しかしさっき私もちょっとその前のスライドで言ったようにイルカさんたちは必ず背復に振りますねこれ何の違いがあるんでしょうかそうするとそこに今お示ししたように私たちじゃイルカたちとか海の哺乳類の祖先は一回陸上に上がってるんですで陸上を活歩してたんですねそうすると陸上で活歩する構造のまになってそのまま海に戻ったのでまさに犬がさっき言ったように えっと草原を疾走するときに尾びれあ間違えた尻尾をこうファ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 背腹に動かしてボーダーコリーとか、ね、ゴールデンレトリバーとかもファ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 するじゃないですか,か絶対こうはしませんよね犬たちねだから陸上に歩くときは必ずこういうふうに背腹に地上に向かって上下するほうが楽なんですねでそのまま海に戻ったもんなんでどうしても尻尾はこういうふうに動かしたくなるんですよイルカたちもだからあ確かに似てるけど 我々と同じじ哺乳類じゃんっていうのがこの尻尾の向きだけでも分かるでじゃあなんでこんな同じ形になったのかっていうとそれ今言われているのが同じ環境に適応するためたまたま外見や機能が似てしまったことを修練って呼びましょうっていうふうに我々人間は解釈するしかないんです、はい、なので修練と系統はちょっと違うどっちがどっちかなっていうのをいつも考えながら研究している方もたくさんいますなのでこの似ているっていうのは上辺だけですよと。 本質は違うんですよっていうことなんだそうです。はい。で、ちょっと各論に行きますか。あと、どのぐらいですか。はい。で、ですね。今度ちょっと各論に行きましょう。で、今海に住んでいる哺乳類で、まずはですね、鯨さんたちですね。はい、芸目って言いますけど。で、さっきもちょっと話しましたけど、この芸目がですね、今、偶蹄目とですね。近いから、まとめて芸偶蹄目と言っちゃえっていうふうにも、ほとんどの図鑑とか。 えっと学術的な書籍はそうなってます。えーって感じですよね。本当に私たちも最初これ出た時、えーと思いましたけど、あのまあそういうもんなんですよ。で、これなんでかというと、まあやっぱり最初はですね、DNA の研究のおかげです。もう今や昨今も DNA、DNA ばっかじゃないですか。とにかく DNA の恩恵を私たちも非常に受けてますけど、とにかく分子生物学的研究のおかげで、ねににににににってここまた系統上世界中の人たちが研究してくれて、どうやら グーテル類、グーテル類は皆さんよろしいですか？あの二個つひずめがある動物ですね。はい。非常にあの皆さん人間にとってファミリアの動物ばっかりですね。牛、羊、キリン、シカ、マメジカたくさんいます。グーテル類すごく多いです。はい。と一緒の祖先だ、共通の祖先を持っているよってことが DNA の研究で分かって、さらに今一番クジラさんたちと近いっていうのはどうやらカバさんなんだそうです。で確かに言われてみると。 カバって本当に水中によくいますしあの動物園でこじーっと見てみると本当にあの水の中でこう寝てたりとか普通に水の中こう歩いたりできるのでまあ言われてみればそうかなというふうにだんだん私たちもこう納得し始めるわけですね。じゃあ形の方ではどうかっていうと確かに言われてみると共通性がまあまああ多いんですよね例えばあの昔さっき言ったように昔はほらあの。 パキケトスとかアンブロスイータスの時代は陸上を割歩してたわけですからクジラの,化石あの祖先もねそうするとかかとがあるわけですよそうするとかかとのねあの構造がやっぱ偶イ類と近い犬とは違うよっていうのが分かってたりとかあとですね偶イ類の中の半数類っていうのがいるんですけどそういう子たちが「福井」っていうものを持ってるんですね。とと思いますと 胃が複数の部屋に分かれているという構造を持っているのをフクって言います多分人間が一番知ってるのは牛ですか牛ヤギ羊あの子たちですね半数類いわゆる半数してもぐもぐもぐ,もぐしてますね彼らの胃はですね複数の部屋に分かれているんですよで、そうするとですねイルカたちも実はそうなんですよクジラたちも複数の部屋に分かれているフクを持っているんですはいだからこういうなんかちょっと特徴 得意な特なな徴のの共通性があるとあやっぱり一緒なのかなっていうふうふに思い始めるわけですね我々もでさらに気管の気管子っていうものも半数類と鯨しか持ってないのでそういうやっぱ他の動物が持ってないあれって思う特徴共通性があるとあやっぱまとめて共通性があるのかなっていうふうに今のところはだん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 皆さんこれを支持しているようになっています。はい もう分かりませんよ今後どう,どういうふうに展開されるか分かりませんけど今のところそういうふうに私たちは理解していますじゃあそのクジラさんたちは実際今どのぐらい種類がいるんですかってことですねはいで世界中でだいたい90種類ぐらい今知られてます、はい、今でも新種も発見されているので分かりませんけどで、えっと、ヒゲクジラさんっていうちょっとあと説明しますけどヒゲクジラさんっていう種類とハクジラさんっていう種類の2つに大きく対別することができます ですね。はい、でうちのまあポスターで言わせていただきますと多分ですねこの、えー、と黄色い方ですね皆さんが「わあクジラときいなかっこいいなー」と思うようなクジラが大体ヒゲクジラです。でうちのポスターでいくと左上ですね。はい、で右下の方の、まあ、例えば水族館で見れる種類とかちっちゃいイルカと呼ばれるものを含めて、まあ、この右下の方向にいる方が大体ハクジラ。 っていう風になってますんで、まあ、うちのポスターもそういう見方をしていただけるといいかなという風にも思います。じゃ、あ日本じゃどのぐらいいるんですか？ところなんですけど、日本はですね。クジラ天国と言ってもいいぐらい非常にクジラが見える国です。今、世界中で90種いるってお、あの私言いましたけども、そのうちの約半分ですね。40から45種が日本周囲を回遊。または生息しているので。 どうしても私たちまあ研究者と呼ばれる人間もですねクジラを扱うことが非常に多いですまああのまさに1月の大阪湾のマッコウクジラもクジラですからねはいああいう子たちもクジラさんですじゃあハクジラさんってどういう種類ですかっていうともう一つだけ覚えて帰ってください歯っていうこの歯はですね私たちと同じから歯です歯私たちと同じ歯を持っている種類がハクジラさんですはい あとはですね、まあ、あのいろんな図鑑に載ってますのでそんなにあのふむふむと思っていただければいいぐらいでいいです。はい、はい、この辺も、はい、で、まあ、もう一つはですね先ほどの「鼻の穴が1個しかない」ってお話ししたんですけど、まあ、これについてよく白クさんで言われるのがまさにあの超音波を使うってことですね。 超音波はでも実はですねコウモリさんも使うのであんまりあの彼らだけの特徴じゃないんですけどとにかくハクジラはですねこっから超音波を出していろんなものを探索したり、まあ、餌を捕まえたりするので、まあ、これも一つの特徴なので、まあ、これもハクジラさんについての一つの情報として知って帰って頂ければなと思いますす一方のヒゲクジラさんでででねこれはとにかくでかくいです。 まあ最大級は3 0、まあ、ートルいかないんだけど、まあ、記録上は3 0ルというあのうちの上野の,博物上野の本館の外側にこう大きい白長さがいると思うんですけどあれ実物大なのであんなでっかい動物がいるんですよ海の中にねすごいですよね。あれが本当に日本で上がっちゃったらどうしようかなっていつもうちら関係者でドキドキしてるんですけど、まあ、あれもあれ上がったらね私本当にあのまさにその。 時からクラウドファンディング始めると思うんで、皆さんよろしくお願いします <laughs>。本当にあれ、多分1億以上かかると思うんですよ。あもしうち日本であの白長さが上がっちゃって、標本化しようとしたらうん。それか、あのインタビューを答えた時にも岸田さんに直談判しようかなっていうくらい。多分相当お金かかるんでまあ。でももしかしたら起こる可能性はなきにしもあらず、なんでいつもドキドキしてますけど、はい。とにかく大きいです。はい。 で季節性の回遊をするとか、まあいろいろあるんですけど、まあこの辺はね、いろんな図鑑に載ってますから。でヒゲクジラについてはも一つだけで、今日ぜひ帰ってほしいのは、帰、覚えて帰ってほしいのは、ヒゲ板ってものです。ヒゲ板。ですよね。とにかく、彼らにだけしか持ってない、この口の中にですね、摂食器官を持ってるんですよ。これはもうヒゲクジラしか持っていません。他の動物一切持っていませんね。え、なんですか、これっていうと。多分ですね、うちらの中で一番近いの、この爪ですね。 爪と同じです。で、口の中の歯肉が歯の代わりにケラチン化してこの爪みたいなものが口の中にびっちり生えていると思ってください。それを持っているのがヒゲクジラさんです。はい。で、実際私たちが調査した時に撮った写真はこうやってびっちり。それもですね、上歯にしか生えてないんですよ。下歯は生えてないんですね。はい。で、これでほら、ちっちゃいプランクトンとかをこし取ってごっくんするっていうことをしてますね。はい。でも実際ですね、歯も持ってるらしいんですよね。 だからもしかしたらハクジラからヒゲグジラが進化したんじゃないかって言われてるっていう研究者もいるんですけどで実際まあハンも持ってるのでうーん分かりませんけどそういうふうに言われてますはいで実際これザトウクジラさんのこのねあのヒゲ板とかもありますこうやってねすごいこれ残念ながら死んじゃった個体ですけどねこうやってはいじゃあ是非見てみてください 棄脚類の方です、ね、脚類はですね全体で34種類世界中ぐらいにいるのかな、はあ、でアザラシアシカセイウチの3つがいます、はあ、で,で,もでもですね残念ながら日本はあんまいないんですよね種類がで共通の特徴としてはですねとにかく水陸両用なんですまだ彼らね海,海だけじゃない水の中だけなくて陸上にも上がりますはい、あ、1頭でそうですね子育てあと子育て期間が非常に短い 四日とかいう人もいるんですね。四日って考えられますか。四日でお母さん子供と話すんですよね。本当すごいなと思うんですよね。動物たちって四日ですよ。いつもドキドキしちゃうんですけど。あとはですね。あもこのさっきのどう毛ですね。も皆さんこれはヒゲと言わないようにどう毛です。はい。<laughs> どう毛この感覚に優れたヒゲが非常に生えているってことですね。 まあこれは既脚、ね、類実は食肉目ですので食肉目全体に共通することですけどとにかくくがたくさんあるぞってこと,です、ね、あとはですねこれも是非知っていただきたいんですけどかかりますか皆さんこの耳私たちこの耳の外になんかこう出てるじゃないですかこ顔の外にこれをねって申しますでこれを耳タブっていう方もいるんですけどタブはですね解剖学的にこの下に。 加水しているここの部分しかタブって言わないそうなんで正確にこれを全部言う時はどうしても磁界っていう言葉しかないんですよね優しい言葉がなくてでこのですね自戒があるのは実はアシカだけなんで磁界これこれ、はい、がないのがアザラシカとセイウチカなのでこれももしあの水族館行って今度こうよく見た時に種類が分からなくてもアシカカとア,アザラシカセイウチカだけは分かるので。 はいぜひぜひこれも一つの情報として知ってくださいあと何おああそっかそれも言うんだかねはいであとですね新生児が大人と違う新生児毛っていうものを持ってますこれ見ていただきますとよくごまちゃんとかでのキャラクターになったりもしますけどお母さんと子供で色が違う種がいますよねこれ何でですか。 なんで子供の時白くなきゃいけないんでしょうね。ね。はい。で、それはですね、この。環境を見て、見ておいてくださいね、環境。真っ白ですよね。はい。で、これはですね、私。なぜ、そうですね。はい、なぜ。で、これはですね、私、このペンギンでな。習いました。自分では納得しました。長崎にペンギン博物館ってあるんですけど。あそこ行った時に、私は衝撃を受けたんですね。で、ここに。 2種のペンギンがいます。これは違う種です。でもすごい似てませんか？似てますよね。私どっちがどっちだかちょっとわからないぐらいなんですけど、えー、っと左が皇帝ペンギンです。エンペラーですね。で右がキング王様ペンギンです。非常に似てます。ただエンペラーの方が多少でかいです。であとこの環境を見といてくださいね。この環境彼らがいる環境ね。そうすると子供衝撃的ですよ。こんな違うんですよ。 私これ見た時本当とびっくりしちゃってペンギン博物館で「なんでこんなに違うんですか?」っつっていいろろ調べたんですよそうするとやっぱりそこにはいろんなの情報があってエンペラーの方はまずですね非常にちっちゃいんですね子供がお母さんお父さんに比べて。にもかかわらずキングペンギンの方ものすごくでかいしんかこのもっそもそもそもそしてて本当とかわいいんですよね。ななんんで親たちがこにに似てるのに 子供こんな違うんだろうと思ったらやっぱその子育て環境が違うんですよあと子育ての仕方がエンペラーの方は私有だとお,お父さんお母さん両方で子育てするんだそうですよなので子供が小さくててもも守ってもらえるんだそうです一方のキングペンギンは非常に放任主義でなんかの餌を取りにですね2週間 1> に1回ほどしか帰ってこないから、とにかく子供は自力で生きなきゃいけないがために、すく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 大きくなって、も、ま、う、あ、お母さんとお父さんと同じぐらいになっていくんだそうです。で、さらにエンペラーの方はこう周り見ていただくと表情で産むことが多いから、やっぱりこう。保護色として白っぽい方が目立たない。一方のキングは？ まあ岩場にも生息するからまあでも岩場っていってもこれすっごい目立ってると思うんですけどまあとにかく彼らとしてはこれが精一杯頑張った結果で岩場の中で育つからまあ白よりは茶色い方がいいと思ったのかもしれませんけどとにかくそういうふうに言われてます。っていうふうになるほどねと彼らとしては相当苦労してこれだけ進化したんだなっていうのがあるのでまさに全く一緒で。その さっきの、えー、とこのアザラシたちもですねなんで子どもの時に、えーとち,えー、とちっちゃいかあの白いかっていうとこの子たちは多分表情ででむんですよ、はい、で一方ですねこれあのちょうど今日あの東京都大学の三谷先生来てらっしゃるんですけど三谷先生が撮ってくださったこれ写真なんですけどこれはオットセイの場合はですね岩場で生むので岩場の時はもう子どもの時にお父さんお母さんと一緒の色でももう完全に今目立ってないじゃないですか。だかからとにかく えと目立たないように目立たないようにするために彼らはあえて例えばアザラシの場合はゴマハザラシの場合は白くしようとで陸上でも同じことが言えて例えばマレーバクなんてこれ全然違いますよね親と子ども、はい。こういうふうにしていると結局ブッシュとか森林で生きるためには例えばウリウとかバンビとかのようにまだらの方がこう目立たないわけですね。で大人になるとこういうふうな色になって逆に目立つようになるわけです。 で誰かからご質問されて私もそうだなと思ったんですけど目立たない方がいいんだったら例えばマレーバーグもずっとこの子供色にしとけばいいじゃないですかっていう質問をされたんですよ。なんであっていうとそれはまた逆で今度はですね目立たないとダメなんですよ。っていうのは。 彼らは結局交尾の相手を探さなきゃいけないのでブッシュののの中で自分たちの仲間を探すすってすごく逆にに大変になっちゃううんだそうですなので敵にも見つかりやすいんだけどあえて交尾相手を見つけるために目立つ色に大人たちはして危険とともに交尾そして子孫を繁栄をしているんだっていうことが言われているのでやっぱり大人になるとそれなりに子どもとは違う。 まあ手法が必要だ戦略が必要だっていうのもその質問から私も理解できたのでやっぱ本当にいろんな戦略があるんだなっていうのを教えてくれることでした。であそななんなすいませんね。なのでです。で日本ではどれぐらいその棄却類がいるかってことなんですけどえっとですね30何種いるうちの 7種ししかいないなんですね日本の周囲はでどうしてもです、ね、寒いところが彼ら好きなのであんまり本州もちろんあの大阪とか、まあ、南の方だとです、ね、そんなに野生個体を見る機会は少ないですたまにあの来遊しちゃう子もいますけど、まあ、水族館で、ね、見ることもできるんですけどもあの野生個体ではこの7つしかいないと日本周囲にはいないと言われてますアザラシの場合は5種アシカの場合加賀の場合はトドとオットセイの2種。 っていうことなので、まあ北海道とかにもし遊びに行くことがあったら野生個体を見るあのボッチング船とかも出てるんで、まあ見ていただけたらなと思います。で大きいあの最三つ目の分類群としてはこのジュゴンマナティのえっと海牛目っていうふうに言われてますね。はい。でこの子たちもですね非常に生き方が下手くそで、今世界中でたった四種しかいません。はい。すごく少なくなっちゃいましたね。で日本周辺にはこのジュゴンが もう沖縄に2 3頭しかいませんなので多分相う沖縄のジゴンは絶滅してしまうと言われています。で彼らについて知っていただきたい一つはですねとにかく、えー、草食性です、はい、唯っていうとですね皆さん「うーん?」って思うと思うんですけどまたですね「海藻を食べます」って私が言ったときに。 人間は多分ですね、海の元カク海藻の方をまず思い浮かべちゃうかなと思うんです。なぜかというと私たち昆布とかわかめとかね主食主食というか食べ物にしてますんで、それはですね草じゃないので彼らは好きじゃないんですね。彼らはどっちかというとこの海の草と書くシーグラスの方が大好きなので完全に草です。草。 あのそうです、ね、ランマンやってらっしゃったんで皆さんちょっと植物にファミリアかもしれませんけどもあのまさにあの牧野富太郎さんたちがあの研究されてたケンカ植物種子植物まさに植物ですねああいうのが海の中にももちろん生えてますんでそういうものを彼らは食べるなのでこう,こういうふうに緑緑葉緑体を持ってるし光合成をしないと生きていけない植物ケンカ植物のことを言いますけどそれが好きなんです。 でことはあの必然的にその海草が生えているところは太陽がさんさんと出ていると非常に生息域が限定されますねなので多様な餌に対応できず今では4種しかいないというふうに今言われていますで実際に化石種は10種類以上いたんですね海牛類はそこからそっからどんどん衰退しちゃってたった今は4種しかいないということから見てももうちょっといろんなもの食べてれば繁栄できたのに まあ好き嫌いとは言いませんけどとにかく僕たちは海草しか食べないんじゃっていうふうになっちゃったもんだから今や4種しかいないといいなとうに言われていますで実はステラ海牛っていうのもいたんですけどこの子たちはねあのまあ書籍によりますといわゆるシーィードあの私たちが食べてる海草じゃないワカメとか昆布も食べていたんだそうですけどこれはです、ね、発見からわずか27年で人間の乱獲によって絶滅してしまったのでこの子ももういません。 まあステラ海牛が生きていたらもしかしたら海牛類はもうちょっと明るい未来だったのかもしれないんですけどまあ人間がそれを閉ざしてしまった閉た,たさせてしまったってことですね。でまあ海牛類またこれがまた系統とっていうのは面白いものなんですけどじゃあどこと近いかってことなんですけどなんとですねまあほんと近いんです,よねまあ本当ですかと思いますよね。 南アフリカにしかいない動物ですけどこの子たちと近いというふうに今言われています。えー、って感じですよね。です最初分かっていませんでしたこの辺全然、はい、でもういでその DNA のおかげで分かったこととしてはこれはですねアフリカで生じたアフロテリアっていう種類の一つ、まあ、のグループだよっていうのも分かっています。はい ここね実はあんまり詳しく言いたくないんですねっていうのは一番最後に言いますけど、はい、なんですよでとにかくアフロテリアだっていうことも分かってるんです、はい、でそれはですこういう大陸移動とかもはるか地球の起源ぐらいの話から始まっちゃうので、はい、こういうふうにあります。ここれもででこれもも実際 DNA でですすねあの どういうふうに分かってるかっていうとこのアフリカ食虫類とあの虫を食べる動物と草食性のものっていうふうに今分かるやつたりこうニュ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 ってやったり今でも研究続いていますけどとにかくアフリカで生じたものだっていうところにこういうふうにジュゴンマンナティーさんたちもいるんだっていうことを知っててください。でまあこれはあのなんだっけ、えー、と雑学になりますけどジュゴンとマンナティーってぱっと見すっごい似てるじゃないですか。私は パッと見で区別があんまできできあんまできることもあるかないですけどで一つはですねこの口の角度が違うんだそうですよこっちのマナティさんまで、ね、こうまっすぐしててジュゴンさんはこうカクンカクンってなってるでなんでかっていうとジュゴンはですねこの下の自生している草をこうハミ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 するので下向きになってるんだけどマナティたちはこう海面に浮いているホテイアオイとかこう水草を食べるから まっすぐだっていうふうに言われてて、なるほどねと思って、で頭骨で見てみるとすごい一目瞭然で、十号はこうにカクンカクンってなっててマナテはピーンってなってるんですね。だからそういうのも生き方によって頭骨の形も変わっちゃうんだっていうのも、まあ例えばですよ海牛類について見た目は一緒だけどそういう生き方で違うんだっていうまあ例を一つ挙げてみました。これはもういい、これはね長い長いんでさっきのステラー会議の話なんで。 ちょっと今日は飛ばしていいですか。すみませんね。でそんな彼らがそうです。そんな彼らがですね、海岸に自ら打ち上がってきてしまうというストランディングっていう現象があります。それでもちろんあの大阪のヨドちゃんもそうですね。で生きている場合もあるし死んでいる場合もあるし一頭の場合もあるし多数の場合もあるしで日本でも起きています。じゃ日本あそうです。でそんな彼らを調べると何がわかるのかってことですね。 で日本ではですね国内さっき西澤さん言ってくださったように年間300件ぐらい起きているので一日1頭どっかで誰かが死んでいるぐらいまあまあの数合います。で日本ではですねあの一応国の法律、まあ、法律はないんですけど国のまあ通例通達としては、まあ、粗大ごみとして捨ててくださいというふうに言われていますんでまあ自治体の方たちにとってはもうとにかく臭くて気持ち悪くて大きくてっていう、まあ、とにかく厄介者でしかないんですけどまあ でも私たちのようにですねちょっと待ってくださいっつって我々は彼らを知りたい研究したいっていう人たちにとっても宝物の山なので、まあ、そういうストランディング個体を調査したりして、まあ、博物館活動に利用したりっていうふうにでもちろんこの今日の「ほねほねサミット」の中にもたくさんストランニング個体あると思いますけどもそういうふうにしてまあ早何十年もやっているっていうのが今の現状でございます。でもちろんんでで、ね、で上がってきてきししままううののかかとと死 そう、それはもちろんでございます。で、私自身もあの学生時代にこの世界に飛び込んだのは、まさにその原因を調べたいっていうのが一つの大きなきっかけになっておりました。で、もちろん諸説わかっていることもございますが、やっぱり分かっていないことも多々あります。で、もう一つは最近私がよく言っているのですね。人間の世界では変死体が見つかると必ず法律で。 法医学的に解剖して検死して死因を突き止めなきゃいけないという法律があるんですけども、野生動物の場合のこういう死体って全部変死体なんですね。なので結局彼らの死因とかなんでここにいるんじゃっていうのはですね、彼らを調査しなければまあその原因は分からないっていうのがま法医学的今ちょっと法獣医学っていう学問もでき始めてるんですけど、そういうことを私たちは日々やっているんだなっていうふうに最近は思っております。 はい。で私はですね、あの十位の時から大学の時からの病気がちょっと専門でやってたもんで、その病気ということから彼らの死因を解明できたら、あのストラーニン原因を解明できたらいいなと思って今でも続けております。はい。こんな風にいろいろとカテゴリーもございます。はい。でただまあ、病気一つとってもですね、彼らの当たり前が分かってないんですね。例えばあの大阪湾のヨドちゃんこ,この後出てきますけども。 彼らはあのよくインタビューに私も言われました。あの子は若いんですか。あの子はどんな種類なんですか。なんであそこにいるんですか。衰弱してるんですか。寿命なんですか。いろいろ言われました。それの当たり前が分かってないんですね。はい、あ。例えば犬とかを猫を飼っていらっしゃる方はわかると思いますけど、犬の2歳は人間の20歳ぐらいですとか、まあ犬は15歳だとそろそろ死にますねとか。 当たり前に私たち会話してますけどそれは犬についてそういうことが分かっているから人間とも比較できるし15歳っていうのが寿命かもしれないって分かるんですけどイルカクジラ含めて野生動物っていうのはそういう当たり前も分かってない種類がたくさんいますんで当たり前を調べるためにも私たち博物館人は標本という資料研究資料とか標本をたくさん取っておこうというふうにもしています。たたださっっっっっき言ったように例えば年齢ももも分分分かかかかかてててていいいなななな何を食べてるるどんな病気があるかも分かってない でさっきの DNA ですね。DNA のおかげであのグーテー類と近いって分かっちゃったしあとは寄生虫今日寄生虫屋さんもうちのスタッフで来てますけど寄生虫もたくさんいるあとですねさっきのミルクなんですけど例えばイルカの子供がそこでピチピチ打ち上がった時に多分哺乳期個体だって分かった時にその子イルカにどんなミルクをあげたらいいかっていうのが、まあ、例えば10位だと分かんないわけですよ。えー、みたいな。 牛乳じゃ牛乳と近いから牛乳でいいかとか <laughs> そういう問題じゃないんですよ。っていうのは私も獣医の大学の時にすごく怒られたのが犬と猫ですらミルク違うんですよ。似てると思うじゃないですか。でも多分ね犬のミルクを猫にあげると下痢するんですよね。逆もしっかりなんですけど。だからあんな近そうに見えた犬と猫でも違うんだったらいる。 はどうするよっていうふうにとにかくミルク一つ成分分っっても分かってもかいなんですねただミルクについてはですねあの水族館の方たちのおかげであの今やイルカ用の粉ミルクできたそうなんで、まあ、そ,それは本当に研究とか皆さんの努力のおかげなんですけどとにかくそういうのを一個一個潰してその大きなジグソーパズルのピースを一個一個埋めていかなきゃいけないっていう作業も同時にしなきゃいけないわけですね。はい、で私たちはそういういことも含めて日々、まあ、あれば いいろろんなととこにに行くように何とか頑張っていますもちろんあの可能な限りになってしまいますけどでもいろいなありとあらゆることをしてますで死因も解明したいと思ってますでその中の何例かご紹介しますけどもやはり先ほど言ったように、えー、と変死体なので病気ばっかってわけじゃないんですね。 でそうすると原因、えっと、いわゆる非疾病性いわゆる病気じゃない原因としてはやはりですね我々人間社会との共存ができなくて、まあ、死んでしまうっていう例もたくさん私たちは経験します、まあ、その中の一つが根核いわゆる網にかかって死んでしまうあとは事故例えばプロペラにかかっちゃったとかあのまあラモもそうですけどもあと衝突しちゃうとかそういうことですね。 はいで、だいたい。そういう子はですね。非常にご飯をたくさん食べてるんですね。で、さらに内臓をチェックしても病気らしい。病気がないので、まあ、こういうこと。総括して調べると、ああやっぱり事故か婚活かなというふうにあったりします。あと、先ほど言ったようにこう。最近ですね。このこういう例もすごく増えてます。ついう一昨日、東京湾でもこれ見つかって。 実はの調査したかったんですけど本当にこの骨骨断があったので,でうちの関係者も結構こっち来ちゃってたんであの今東京湾でこう,のくこういうふうにタンカーのところでクジラが大型クジラが見つかっちゃったんですけどちょっと今回はごめんなさい行けませんって言って多分明日明日東京湾のどっかに埋めるって公安の,の方が言ってましたけどまさにおとといぐらいにこういう事例が発生してましたね。 で今ですね最近こういうのもすごく多いので、まあ、もちろんみんなあの船関係の方たちだけじゃなくてこういうことも実際日本で起きているんだということを知っていただきたいしどうしたらいいんですかね人間とその野生動物のいわゆる境界線今熊の問題もすごいじゃないですかああいうのも本当にどうしていったらいいのかなというふうに本当最近思いますけどねだから全体的にですねあとこれは複合要因なんですけどこれはですね多分ですね見た目すごい綺麗だったんですよね。 だけど中を開けてみるとですねものすごい農業ができちゃっててものすごくてもう腹膜炎にもなっちゃってそれで死んじゃったんだなと思うあの事例もあったりとかだからやっぱりこ,うこれもですね多分森かなんかで刺されちゃったんですね。でその後いろいろとなっちゃって、まあ、死んじゃったっていうことをはっあの経験したりとかあとやっぱりね小っちゃい子もすごく多いんですね。単独ですあのこんな小さい子たちが 単独で海岸にポツンといることもあってです、ね、でこういう場合に私たちは親はどこにいるのかと親と何ではぐれたのかとでそういうのが分からないんですね親がいないので,なんで,で子どもを調べてもです、ね、何の病気らしい病気もないので、まあ、多分はぐれちゃったんでしょうけどだからそこの中に人社会の影響があるのかとか、まあ、そういうことも含めてこの小いい子たちの例も調べていかんといかんなというふうには思っています。 あとはこれは人間社会とは関係ないんですけどやはり彼らにも外敵がいますのでそれは、ねえー、と海の哺乳類の外敵はですね多分メサメとシャチですねはい、あ、彼らにやられちゃうともう死んじゃうんで,でそういう場合に、ね、ストランニングしちゃうとこうサメの噛み跡があったりとかっていうのもあるのでやっぱり日本周辺にもに大型肉食ザメいるんだなというふうに思いますけどあと病気でいきますと、まあ、いろんな病気あるんですけど皆さんが知ってる病気名でいきますと例えば動脈硬化症 人間では当たり前に発生するじゃないですか。彼らもなるんですよね。だから、病気のについても、やっぱ同じ哺乳類ってことなので、あの共通性がたくさんあるので、私たちのことも知ることもつながるし、彼らを知ることにもつながるなって病気をやってても思います。あ,あ、肺炎ですね。当たり前に肺炎も起こります。もちろん肺呼吸してますからね。はい。で、多分これはこの子は敗血症で。 死んんじゃったただろうなと判断しましまけどであのイルカクジラたちのとか野生個体はですねとにかく見た目が全然なんだろう病気っていう,ふうに見えないいい子もいるってこ,とです、ね、これものすごく健康そうに見えるんですけど中,中開けてみるともう肩足性の多分片側の肺炎も全部やられちゃってるぐらいひどい肺炎だったんでだからやっぱり見た目で判断しちゃいけないなっていうのも日々こういう子たちから教えてもらってます。 あとこれは子宮内膜炎ですねこれも犬猫ではよく起こる病気なのでこういうのも経験したりあとブルセラ症これはちょっと難しいからそうです、ね、獣医関係の方しか分かんないかもしれないんですけどあの感染症ですこれでも実は人事克揚痛伝染病で人間にもかかるかもっていうので陸の方ではすごくあのすごい病気なんですけどこれはあのマリンブルセラっつってイルカクジラだけなので、まあ、今のところそこまでなんじゃないとは思ってますが。 あと病気じゃなくてもですねやはりの絶滅危惧種っていうのが野生動物ではいるわけですねまあ野生動物だけじゃないか野生動物ですねえっ、ー、と普通の種として生きている動物たち私たちの周りにいるのはほとんど品種なので人間が作った種なのでそれについてはこういうことは言いませんあの本当に原種として生きている動物たちにとっては絶滅危惧種っていうのがいてそれはもちろん海の哺乳類もいるんですねで日本周辺にもいるんです でその中のこれは一例としてはコククジラっていう種類がいるんですけど、これ今ですねこの日本周辺にはわずか150頭しかいないんですよ。でそういうのも上がったりするので、まあ、そういう時にはもう一生懸命行ったりしますけどっていうのもあります。あと寄生虫ですね。この寄生虫はあの富士ストランディングネットワークの塩崎さんに聞いてください。彼が一番知ってますから。そういうのもたくさんあってもちろん寄生虫パン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 いろいろ。 やったりしてます。これ内部寄生虫ですね。はいはいあのアニサキスですね。はいアニサキスはですねあのイルカクジラが収縮種なので我々は々の中間宿主なのでアニサキスがいるほらお刺身とか食べると痛いたい痛いってなっちゃうのは彼らには合わない種だから宿主だからなんですよ。だけどイルカクジラたちは収縮種なので彼らのお腹の中ではそんな悪さしないんですけどたまにねちょっとその均衡が壊れちゃうとこうやって 海洋を起こしたりしちゃうんですけど。はい、あと球中もいますね。これは。い、これ肝臓ですね。これ膵臓。肺もいますね。はい、たくさんいるんですよ。 でそういういのもです、ね、私たちだけでしめしめって楽しんでいるわけではなくてあの皆さんにです、ね、もう還元するのがもう国の機関の義務でございますからもちろんでございますけどこうやってホームページでバンバン出しておりますので、まあ、もし何か彼らを知りたいなと思うことがあったら、まあ、例えばうちのホームページもちろん多分この大阪市博さんもやってらっしゃると思いますけど博物館はこういうホームページとかあのデータベースを公開しておりますのでそういうところであの情報を知っていただけるといいなと思ってます。とととううちょっとごめんなさいもう やばいな大阪湾のマッコオクジラの話ですけどちょうどです、ね、10月にあのまでうちの上野のです、ね、あの海,博あ海という特別展をやってましたで実はです、ね、これ来,週来春3月名古屋市科学館でもやるのでちょっと大阪に近くなりましたのでもし名古屋に行く機会がございましたらこの海展あの継続しておりますしもちろんあの大阪の淀ちゃんの話も継続して展示しますので見てください。 で、こんなふうに展開しておりました。おかげさまで、あの三十万人近く、あの来ていただいて、本当に大盛況に、のまま。終わらせていただくことができました。で、十月九日目ですね。で、その中で、あの、いき、第二章のですね。えー 海と生き物のつながり解明する新たなアイディアや方法っていうところで私たちはこの「ストランディング」っていう、えー、とキーワードでいろいろ展開したんですけどその中に今年1月に大阪湾で発見されちゃったマッコウクジラの調査概要をこういうふうな感じで展開させていただきました。はい、で実際どういうふうに起こ何,何がどう起こったかっていう事例ですけどこれはですねここにいらっしゃる大阪自然史博物館さんと海峡館さんとうち の3つの、まあ、いわゆる学術機関が、まあ、ちょっと協議してあのいわゆる自治体とともにこうい,えっと何いろいろやろうっていうふうに決まったんですけど最初にですね1月9日ですね淀川に生存メニューしたマッコウクジラが発見されましてでいろいろございましたんですが、えっと、一応1月11日の時点でおそらく死んじゃっているんじゃないかなっていうふうになってました。 ただ正式発表じゃなかったんですけどこの辺から私たちはこうわさわさと動き始めるわけですねどうやら死んじゃったらしいぞとどうするかなっていうふうにこ,うこの辺からこう皆さんわさ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 なるわけですねで13日に大阪市さんがの方からもう判定を正式に発表されてはい死にましたっていうのが正式に分かりましたでこれがですね金曜日だったんですねでこの土日です私今でも覚えてますけどまあ私たちいろんな資料を作りました とにかく学術調査ならびに全身骨格をこのおしはくさんに何とか残せないかっていうことでものすごい資料作りとか過去の事例をこうもう電話とか LINE とかメールですごくあの調査チームを編成してたんでいろんな人たちから聞いて作ったんですがまあねまあいろいろあったと思うんですもちろんあの自治体の方たちの気持ちもすごく分かるんですけどちょっとその声が届くことができずで。 で月曜日に大阪市んが海上登記というふうになったんですね。というふうになったんですね。で実際にですねやはり大阪にの湾にあんな大きいクジラが上がってくることが全然初めてだったのでビックら仰天というのはもちろん分かるんですただし実は先ほども年間300件国内で起こっているから私たちとしてはいろんな他の他府県でもうすでに調査をしているわけですね。例えばこれ福岡県 これが東京湾先ほど言った東京湾もそうだし熊本県またこれは福岡ですけど鹿児島県でこういうお写真もお見せしていやあの大阪湾は,はもちろん初めてだと思うんですけどこう国内では結構いろんな事例があっていろんなことを調査したり骨も残しているところもございますよっていう、まあ、こういうことも含めてご説明を差し上げたんですけれどもなかなか実現には運びできなかったっていうのが、まあ、ここの淀ちゃんの事例だったんですね。 ただそれでもでもすねあの,そのまま捨ててしまうのはあまりにももったいないので、まあ、可能な限りこりガス抜きあの埋めるってことは決まったんですけどガス抜きをするのでその間に学術当をお願いですからさせてくださいっていうことでいろいろと、えー、協議の結果させていただけることになったので、まあ、やりました。 でその後はまは皆さん報道でご存知の通り19日の時点に紀伊水道機に海上投棄してまあ完了というのがあの時系列でございます。はい、で実際私たちはで18日からこっちの桜島でしたっけななんかね島に行かされてですねこうずっと待ってるんですねそうするとあの多分皆さんの方がご存知と思いますけど向こう側からこう淀川からですねこうあと桜島ですねこう栄光されてくるこ,のこれが今。 ですね遥か遠いですねままだいますでうちらずっと回ってましたでどん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 クジラさんがこう栄光されてこう栄光されてここに多分私たちいたのかなはいでこれですねこれ誰の写真な関係者のうなでこういう,うにですね下にで、ね、この大きいこの鉄板ですね鉄板この鉄板を引いてその上にクジラを乗せてまず引き上げるしかないと。でねこれがほんとすごいんですけど。 あのグラビティあの重力って浮いてるときってさっきのこのこんなちっちゃい船でティン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 って言うんですけど、もう海から上げた途端に重さ38トンですよが一気にかかるわけですよ。だからこの浮力とか重力のに地球ってすごいなっていうのはですね。このマッコウクジラと大型クジラを見るたびに私は本当感じるんですけど。 全然違いますだから一回あげちゃうともうそこからはもう人間の力じゃとても何もできないぐらい重いものになるんですけどでおかげさまであの地元のいろんな企業さんとかのおかげで上げることができましてで,で、ね、このバージ船ってこれもだからね専門用語もすごく勉強になるんですね。 こういういの、ね、バージ船っていうんですってあ皆さんは知ってる方は知ってると思いますけどあの砂とか運ぶやつなんですよねでこう下がこうカパッて開くんですってでそういうの、ね、バージ船っていうんですけどこの中でやるからこの中で調査しろって言われて分かりましたっつってとにかくそれをですねえクジラをこう運びましてこのバージ船にやっと降りました、はい、でやりますでその次にこんな感じです私たちみんな降りてああだこだあだこだまず体調を測ったりしてえっ、ー、と この上で偉そうに指示してるのが私ですけど下のスタッフにこう計測値あだこだあだこだってこう尾びれでどうだどうだっつってこういうふうにみんなで指示して一生懸命頑張りました。で実際に測った数値がこれですね。私たちこういうのをもい,あのいつも持ってますけどこう計測値があるあの用紙があるのでこれに沿って測ってでいろんなもうメモをですねとにかくやるんです。 で皆さんにとっては大阪湾の淀ちゃんはもちろん記憶に、えー、と残るもちろん私たちにも残るんですけどどうしても私たちあのいろんなところのマッコウクジラをやるもんでとにかくこの子たちもですねなのでとにかくその場で分かったことをもうメモ書きしたり写真に撮ったりしていかないとど,どのマッコウクジラだっけどれどれってなっちゃうので必ず記録はすごく大事になります。でこういういいいのも共有させててただいて で調査実際調査ですけどもう残念ながらあんま時間がなかったんで,でいろいろできることとできないことがあったんですけどまず皮脂圧測ったり、えー、となんかこう解剖してサンプリング頑張って取ったりこれ化学の,あの歯ですね白クジさんですから歯を取ったりあとこれ私一生懸命今内容物取ってますね手のここまであの入れてもうあの体が臭いとかそういうのはもう全然もう私たちは慣れちゃってるのでもう。 臭いとか気持ち悪いとか言ってる場合じゃないのでとにかく手を突っ込んで頑張りました、はい、あとは寄生虫もいたりしましたでっ,って多分3時間ぐらい調査させていただいて一、えー、つ大きく分かったことは年齢査定ですねおあのこのおかげさまでこの歯をすごく皆さん取ってくださってたのでえー、科学いわゆる歯です歯でです,はですね実は白クジさんはこ年輪みたいなのがこうできるんですね。 でこれをカウントすることによって実年齢です例えば大人ですねとか子どもですねっていうのが分かるんですけど何歳っていう実年齢をこの歯でカウントすることができてこれはあの東京農協大学の小林駿さん研究員の方がやってくださったんですけどこれも展示してますけど大阪湾ののマークオクジラ46歳っていうのが分かりましたこれは非常に大きな成果でしたこれは本当皆さんのおかげです、はい、じゃあ46歳ででその次です。 46歳ってじゃあこのマッコウクジラにとって若いいののかか年寄りなのかってことこですよ、はい、で実はマッコウクジラは意外と世界中で、えー、と研究がされている方の種類だったので文献とかで調べてみますとおそらく寿命は、まあ、ちょっと幅があるんですけど60歳から80歳ぐらいまで生きた個体がいるのでおそらく46歳は寿命ではないだろうと。 で一部の報道では、まあ、寿命で死んだかもしれないねっていう報道もあったんですけどそれはこの実年齢を調べたおかげで完全に否定すただし46歳っていうのはもちろんちょっともうかなり大人ではあるのでもう一個はほら子どもであって迷い込んでえ死んでしまったんじゃないか何かお母さんとはぐれて迷って死んじゃったんじゃないかっていう報道もあったんですけどそれも。 私たちとしては否定することができたので、これは完全に大人なオス、ただし寿命ではない、まあ少老から中堅というんですか、はいあののマグオクジラのオスでしたっていうことが分かったので、その報道されてた2つは否定できたのは非常に私たちとしてはすごかったです。 であの実際にこういうふうに展示させていただいて他の調査としてはこう年齢査定ですねあと私がさっきこうグーッと手を突っ込んだところでですね4つぐらいしかあのイカのビークが取れなかったんですけど彼らはあのイカなんですねそうするとこのイカをいろいろ北海道大学の松田さん 研究員に調べていただいたところ深海性のイカを食べていたとちょっとあの展示では種類までは出してないんですけどあの研究の面では何とかイカなんか袖イカとか,なわかんなだ何とかイカってあるんですけどそういうイカの名前までも分かったっていうのがこのサンプルがあったから分かったとあとはこう安定同遺体っていうのがあるんですけどこの歯のですね一個一個からどういう回遊経路にあったかっていうのも分かるんだそうですよ。あの 炭素と窒素を測るとわかるんですね。はい、そうしますとですね。えっ、ー、となんだっけ？温かい海で成長後北の海で過ごしますが、その変化は比較的小さかったと考えられます。これもですね。マッコウクジラさんはお母さん、お母さんと子供は南の暖かい海で育った後、オスはですね。北に向かうんだそうです。 で普通は大規模移動するんですけどこの個体ヨドちゃんはですねあんまり大規模移動してなかったので今まで知られていたのとは違う経群があるんじゃないかっていう可能性が示唆できたんですねちょっと難しいですかねただこれも非常にあのデータとしては重要なデータが取れたのでおかげさまで安定動も分かったそうですでさらに外部寄生虫はなんだって、えー、と皮膚の中常駐の幼虫とひじき虫を発見しました。 はい、これもですね既成中学としてはデータの蓄積になったので素晴らしいっていうふうになってるんだと思います。あと DNA の解析からあの表皮ですね太平洋で比較的新しく誕生した母系集団の答えであるへえそうなんだ,だからこれとですね私,私ほら病理屋なんであんまこの辺はふーんしか分かんなくてなるほどねって私も勉強になるんですけど、はい、なのでこれとこれリンクしますね。 だから結局、大規模移動しない新しい系群かもしれないってことは。新しい母系集団が日本周囲にいるのかもしれないっていうので。ここはまさに、なるほどねとマッコウクジラの一つの生態の新しい。局面を迎えたのかもしれないなというふうにあります。で、もう一個ちょっとこれは、あのあれですね、私たち人間が反省しなくちゃいけないところですけど。やはり彼らの体、彼の体の中にも、環境汚染物が山ほど入ってたんだそうなので。 そそそれはうう、はい、ういうことなんだそうですで実際展示物はそのあのさっきやった年齢このん年齢査定したこの歯これですねこれとさっきのいない要物をですねこう展示しておりますのでぜひあの名古屋市科学館に来春春もし行く機会があればぜひぜひ見てあげてください。であそうかそうかで最後にですねもう時間ないな。 やっぱりのプラスチック問題ですねこれは皆さんにあの知っていただきたいなと思ってますで私たちが調査しててもですねあのプラスチック残念ながら見つ,け見つかります、はい、あの山ほど見つかりますのでとにかく、ね、こんな感じなんですって私これ見た時に日本ってほら綺麗好きなのが日本人の特徴と言われてる割に全然ダメじゃねえと思ったんですよね。これあの神奈川県ののの普通の夏の 普通の状況だそうですこれあの神奈川、えー、と美化財団さんからお借りしてるんですけどうーんちょっとね残念なんですよね日本人きれい好きなはずなんですけどねはいで。とにかくですねあと川海ごみって、まあ、皆さん知ってる方多いと思いますけど今や川からのごみが7割なんだそうで海の近くさえ、ね、きれいにしとけばいい問題じゃないんだそうで。 とにかくこうしたふとした日常の自動販売機の側溝にあるゴミもうここから海ゴごみ問題って始まるんだそうでまあね本当に我々人間が出してしまったもんなんで我々人間で解決していかなきゃいけないと思うんですね。 なのでまず事実を知っていただきたいというふうに思っているんですけどもあと海ごみが大きい場合はいいんですけどこう小っちゃくなっちゃうとやっぱ砂の中に紛れちゃうのでとにかく拾いづらくなると厄介なんだそうですこれも教えていただいたんですけどでそんなことをふむふむと思っていたところ私たちが調査したたまたまこれ鳥取県に上がったハンドイルカでしたけど海のあの胃の中の絵を調べていたところやっぱり同じようなごみがです、ね、見つかっちゃうんですね胃の中からね。 でそうするとこう周りに巡って、まあ、彼らが食べてるわけなんで、うんまあ、やっぱ何とかしないといけんなというふうには思っています。でさらにうプラスチックは見えるからいいんですけど私はもっともっと怖いなと思っているのは先ほどもちょっとお話したポップスいわゆる環境物質ですよねこれも人間がね良かれと思って作り上げた化学物質なんですけど自然界に一度放出されてしまうと生物にとっていいことは一つもありません。 ああ残念ながら、はい、でそれがです、ね、近年食物,物連鎖のに介してあ溜まっていくということが分かってたんですけどこのプラスチック問題が浮上してくるとこのプラスチックにも吸着してるんだそうですよ本当に厄介ですよ。 だから研究面もです、ね、こういうのにこう追いついていかないといけなくて今本当にいろいろ追いつかなきゃいけないなと思ってるんですけどだからですねそうすると大問題になってしまうので,でなんでその環境汚染物質が溜まっちゃいけんかっていうとですねとにかく免疫低下を引き起こしちゃうんですねそうすると何でも病気に感染しやすくなったりしていわゆる虚弱体質になっちゃうってことが分かっちゃってるので。 と、まあ、とにかく残念ながらいいことは一つもございませんでついさっき最近ですねそこシャチについてナショジオが出した論文があるあの紹介してた論文があるんですけどんかもう繁殖障害の2倍の環境栓物質が出てきちゃってまあ前から知ってたんですけど私たちも。とにかくシャチってあのさっきほら外敵は海の哺乳類の外敵はシャチとサメだって言ったんですけどそのシャチはですねとにかくあの他の 海の哺乳類も食べるわけですよそうするとこの食物連鎖のもうトップオブザトップなのでもうこの辺の子たちにたまった環境汚染物も一気に食べちゃうわけですよそうすると実際これあの愛媛大学さんからお借りしたデータなんですけど測ってみると油をもうダントツ1位なんですね。でこれ分かっ知ってたんですけどつい最近もっとまずい状況だぞっていうのがどこだっけなアラスカのシャチだったかな。なんかとにかくあのネットで調べれば出てますけども もう相当まずい状況だぞっていうのが改めて出てたのでうーんって感じなんですよね本当にシャチは可愛くて私も大好きなんですけど相当まずい状況だっていうのがあるので、まあ、何回も言っちゃうんですけどこれ人間ですからねちょっとうちらで何とかしていきましょう、はい、というで,で実は人間もですね加害者だけじゃなくてもうすでに被害者にもなっていまして人のうんちからも出てるし 血液中からもあのちっちゃいちっちゃいプラスチック出てきちゃってるっていう論文も出ちゃってます。はい。だから、我々としてはどげんかせんといかんっていうふうになっています。でも全然時間ないですね。どうしようかな <laughs> で、そんな中ですね。まあちょっとこれ話すとみんなすっごいこう。暗いまま終わっちゃうのが嫌なので、いつも最後にこの話するんですけど、そのプラスチックに絡めたお話として、今三宅島でちょっと私たち。このブロー鼻水を取る調査もしてて。 ザトウクジラが来るんですよでこれもね実は展示させていただいててあの海展でこれも多分名古屋でもするなうん多分しますでなんか漫画にもちょっとさせていただいてたりするので、まあ、この辺もねあのきっかけとして漫画で見ていただけるといいかなと思ってるんですけどとにかくザトウクジラが最近ですね沖縄とか小笠原じゃなくてこの辺にもいるんだそうですよあと琉球列島あの奄美にも。でこれは何でやねんっていう話でそれを調べるために。 私たちがこのブローをですねドローンで撮ってその中に例えば DNA がある寄生虫がいるもしかしたらマイクロプラスチックも見つかっちゃうかもしれないということで彼らの今を知るためにこの今プロジェクトをやっているっていうことです。動動画画がなないそか動画はごめんなさいなかった、ね、で,で実際ねその人間があの出してしまったものだからやはりそれをえっ、ー、と いいち早く感じているやっぱ海に近い方たちはものすごくその海ごみ問題についてこう真摯に対応してくださっているのでこれもですね海天の方であの紹介しているのでその辺も知っていただければいいなと思ってます。で これ最後で,す、ね、でですね先ほどの系統とか分類とか芸偶定目とか何とかあるんですけど実はですね来年の3月の春に大峰乳類展3をまた上野でやるのでその時に私が今お話ししたようなお話をちりばめてまた上野の特別展会場でけあの開催しますのでもしまあお近くに来てくださる方がいましたらこちらも来ていただきたいなと思って今まさに絶賛準備中ですので。 よろしくお願いしますということで終わりますありがとうございました。と立んありがとうございました。えっと三、えー、時になってしまいましたけども質問したい人が多分いっぱいおられるので三つにします。じゃ手質問ある方手を挙げてください。おおこれ恨まれて刺されそうですがじゃ 前の方、あの YouTube の方がですね、マイクを通さないとご質問が聞こえないので、マイクが届いてからお話しください。じゃあお願いします。はい、あ、さあ前の方、はい。高知大のコーナーです。えっと、白魚の中でもイカを吸って食べる種類がいると思うんですけど、そういった種類は表情筋が他の種よりも発達しているのですか？いや。 あんまりそこはどっちかっていうとこっちのこうゃく菌の方はなんか論文たくさん出てますけどね実際あの実はハクジラは全部サクションフィーディングですだだけの子だけのじゃないです本当は。で一か所の方がまあ目立ってあのそういうふうに言われるんですけど実は魚食いの魚,魚食性の子たちも全部ほとんどサクションフィーディングはできるこの辺の解剖学的な 条件は満たしているので。ただ、視聴条じゃなくて、そのさい、そこにさえ、さえ、うん、差があるとすると、多分咀嚼筋の方ですね。ありがとうございます、はいはい。ありがとうございます。はい、じゃ、次の方、じゃあ。えー、その前の、メガネの方、お願いします。お椅子が走ってください。すみません、骨骨大の高校生が走ってます。よろしくお願いします。はい。 すみません埼玉の,あの高校教員やってます中村とと申ししまますありがとうございました、えー、と2つやりまして、えー、と今回あのヨドちゃんがあの調査できなかったってことで他の県はできたっていうこの差が何だったのかっていうこととあとはクラファンもしも「兄弟クジラくじら」ってクラファンやるって言ったんですけどあの1冊目の真ん中に開けて本であの田島先生の中ですぐそろばん弾いてすぐに計算してこんくらいのお金とこんくらいの期間必要って言ってたんですけど打ち上がった瞬間からクラファン始めて間に合うのかなっていうことをちょっと聞きたいなと思って。 そうですね。え、なんだっけ。一つ目がなんだっけ。ヨダちゃんが調査できなかったのです、<ー>他県はできたこここ YouTube 流れてるんでしたっけこれ？<laughs> 流れてます。無理力はな質問だった。<laughs> 流れてます。じゃ言える範囲で。あはい。<laughs> あ、だから多分ですね。これはそれが日本の現状ですね。いわゆるディペンゾーンですね。その自治体によってやっぱり粗大ごみとして扱ったままか。 生物としてて扱ってくださるかだしこちらの気持ちが伝わるかとかまあ多分だと思いますだと思いますあともう一個はクラファン始めて遅いんですけどでもでもだからやり方が分かんないので<ー>あのそうせざるを得ないかなと世論を動かして中央を動かすしかないかなっていうふうに 思っている次第です。なんかいい方法があったら教えてください。はい。じゃあ教育方面から頑張ります。<laughs> はい。ありがとうございます。質問ある方、も一度手を挙げていただけますか。じゃ、後ろの真ん中の方。あ、本日は貴重なお話ありがとうございました。あの質問ですけれども、あの。いわゆる感覚と呼ばれるものについて、例えば人間は五感というものがあるんですけど、例えば。 水中に入った時あんまり嗅覚必要ないなとかってあったりあと磁界とかっていうお話があったと思うんですけど同じようにその海に住む生物あ哺乳類っていうのはあの五感っていうものを何か有しているのかっていうのもか救急についてはヒゲクジラはあってハクジラはないっていう論文があるし本を書かれて岸田さん兄弟の岸田さんが本を書いてますね救急はなんかあるみたいですよその違いが。 とあとは一緒じゃないかなとあそうですみませんストランディングっていう話あったと思うんですけど例えばそのえー、っと海あクジラとかにも例えば磁気したい願望っていうのがあってストランディングじ私は動物側から言わせていただけるとまあ動物代表じゃないんですけど多分自殺をするのは私の中では人間だけだと思ってますなるほど多分。 自分から命をととうといういのは人間社ただなんかマイクロプラスチックとかっていうお話があったと思うんですけど例えば今もなんかそういう動物もなんか社会的に人間の社会性に巻き込まれてそういった行動に出るのかなっていうふうにちょっと思ったので質問させていただきました。 プラスチッ <laughs> プラスクの調子はやるけどそれで死ぬってことは多分なないいんじゃないですか、ね、自分から命を絶つってことでしょ。うわとにかく共通言語がないのでそれは多分一生涯明確には多分できないと思いますけど最後に,あじゃあ前に、はい、手が上がったのか上がったのでじゃすみませんお願いします。あの コネハネサミットに出展されている方はですね。あで捕まえていくらでもお話聞けると思いますので、今ちょっとグッド頑張ってくださいね。はい、えっと、その調査シートですね。クジラの尾びれをかなり細かく計測されてたんですけれども、ほう。これはやっぱりもし万が一ホエールウォッチングで写真が撮れてたら、あ<ー>個体同定ができるとかを期待してたんですか。多分ね、ヨドちゃんの場合はお尾びれぐらいしかちゃんと測れなかったかなと思います、ね。あの狭いはところで、他にも測りたかったと思うんですけど。 ううん、だと思います本当はもういろんなところを事細かに測りたいんですけどっていうことですかね。あ、ホエールウォッチングのことももちろん視野は入れてるんですけどだから尾びれだけやるってことはあんまないかもしれないですね。はい、ありがとうございます はい、ありがとうございました。すみません、時間たくさんとっていただいて、はい、ありがとうございます。えっとこの後ですね、えー、外でサイン会もありますので、その時もしご質問ある方お話ししてみてください。では今日講演会はこれで終わりたいと思います。橘さんに最後に拍手を本当、ありがとうございました。ホネホネサミットもぜひ。